お気になさらず自然な姿で。GoPro なんか CM やってましたね、新しいの。あ、そうなんですか、うん、8ですかね。ですかね。あ、これ8ですって。あ、そうなんだ。貸してもらってるんですけど。作業しててください。そんなに驚かなくて。あ、やっぱ詰まってやがるこの野郎。ゼッケンの固定か。僕はあとヒロトさんと4人でブリーフィング行ってきます。チームマネージャーとライダーが2時からです。カツオ連れて帰ったけど英語わからない。なんかライダーズブリーフィング場所ってちゃんと聞いてます？聞いてないです。メディアセンターでやるそうなんで2階ですか。分かりやすいのが多分裏から上がる方がいいと思うんですよ、はい、裏から上がってあのラウンジの通路の前を一番こっち側まで行ったらこっち側最終コーナーが他のメディアセンターみたいな椅子がずらっとあるとか。分かりました。2時からだそうなんで。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだ、何も持ってきてないけど。なるべく前の方で聞いてたがいいよね。あ、壊れてる。俺あの人に抜かれた瞬間は勝てないと思った。ちょっと次元が違う。5万超えたら2割ちょうだいって言ってる。おい、それやってない。僕出てるだけです。パッキン新庄です。どうぞ。映えてまーす。映えとりまーす。はーい。ビデオだよ。
雨でも赤旗中断中はここに雨ざらしなんですね。ねえ、そんなこと言ってたよ。恐ろしい。あ、どうぞ。動画です。YouTube 行きです。12月11日フリー走行日です。今日は朝からまず9時から4時で7時間の走行と夕方に2時間、その後また90分の走行があります。1日で10時間30分走行があるので、しっかりと準備を進めてフリー走行に挑みたいと思います。直後突然のスコールです。今の時期のマレーシアは雨季なので、毎日このように雨が降る可能性が非常に高いようです。走行はまだあと数時間残ってますが、今のところ誰も選手はコースに出ていない状況です。進入で滑走感あったでしょ、あれで。あ、リアブレーキかなんか踏まないとあんな飛び方しない。マルです。マルです。ライダーはちょっと骨折箇所も多いので今病院に搬送されています。
ですか。あ、じゃあ今決勝用、あの明日用に撮ってるやつをキープしておきます。あー、OK です。でもそれワンスピンでしょ。むしろ予選で使ったらいいかな。ワンスピンかな。